とアイコンをゲットした表示を出して、新しいアイテムがありますよっていうことをまあ知らせるのと、あとはちょっとブリーフィングっていう基本の操作がこのように図解で出る、まあ、取説みたいなものですけど、ここにも入れようかなと思ってますが、データを追加するのでこの時期結構厳しいんですけど、まあちょっと入れたいと思います。で、入れてみてどうなのかっていうのを今後またモニターとかでチェックをすると、そういう繰り返し、根気のいるでも楽しいという時期です。しかし楽しんでばかりはいられない。ゲーム制作につきものなのがバグの発生だ。修正を加えればその都度バグは出る。だが商品にする上でバグは確実になくさなければならない。普通のうちではないです。最後はやっぱりバグを取るのがやっぱりメインの仕事にはなります。なぜかメモリが足りなくて動かなくなるとか、本来今までちょっとそういう現象なかったものが昨日になっていきなり出てきたり。ゲームに潜むバグを見つけ出す、そのために編成されたのがバグチェック隊。彼らは朝から晩までゲームをプレイしバグを探し続ける。その隊長を務めるのがメカデザイナー又手圭一。今何件ぐらい見つかってるんですか？どんどん治ってるものもあるんですけど、1万2000ぐらいじゃないですかね。最終的にどれぐらいまで？わからないですね、正直なところ。まだ今から新規要素が入ったりとか、まあ噛み合わないところの調整とかも入って、まだまだ変化していくので、どんどん不具合が出てくる感じだと思います。しかし小島監督を筆頭にスタッフはギリギリまでクオリティを上げようとする。野尻慎太もその一人だ。野尻は本作でバイクイベントと尾行イベントを担当している。私のこの趣味の思考の問題なんでしょうけど、やっぱりゲーム私が入ると割とちょっとこうバカなものを入れたくなるという形で、敵に向かってグレネード投げちゃったりとか、関係って3日って連行されたりとか、ちょっとあそこだけ毛色が違うかなっていうのがあるんですけど、まあそこら辺はエンジョイしていただけると。ギリギリまでクオリティを上げようとするのは内部スタッフのみではない。今回オープニングを担当したのはローガンのアレクセイ・ティレビッチ。彼はギリギリまで作業を続け、ハンドキャリーで日本にデータを持ってきた。ティレビッチ氏に小島監督の印象を聞いてみた。 I understand that he is a very passionate person and he is a perfectionist, which I can relate to, and I think every little detail has to be perfect in order for the whole to be perfect. Like even him playing the demo, he's noticing little things here and there that could be better. He's able to see the big picture and also little details that make up the creative whole.You know, which I think is very difficult to make, to keep in your head. So I'm not sure how he does it. しかし、監督本人は自分を完璧主義者とは思っていないようだ。本来はもう完璧主義者であったはずなんですけど、ゲームっていくら完璧に作ったとしてもインタラクティブなんで、ユーザーが最後自分で完成させるんですよ、ゲームって。いろんな遊び方をするんで、それを考えると、まあ、僕らができるのはここまでっていうラインがあって、だからこそ商品ができるんですよ。でもともと僕は小説とか書いてた頃もありましたし、映画も撮りたかったんですけど、そうなると自信はないです。完成させる自信はずっといじってるかもしれないです。ゲームだからこそできるというか、ゲームだからこそこれ以上はこだわってもどうしようもないっていう限界みたいなのが見えてくるので。小島監督は映画や小説に夢中な少年だった。それなのになぜゲームの世界に飛び込んだのだろうか。あの頃は今、これほど PS3 とかこういう性能なかったんですけど、それでも
すごい可能性が見えたんですよ、この新しいメディアとして、映画とか小説とはもっと違う、進んだもっとこうワクワクするようなそういうメディアに見えたんですよね。でまだあの当時っていうのは、業界に入った時はやっぱり夢破れてゲーム業界っていう人が多かったです。今とは違って脚光を浴びてなかったんですけど、漫画家崩れ、バンド崩れ、そういう人ばっかりです。あのグラフィックデザイナー崩れとか、でもやっぱり自分が夢見た世界でご飯を食べたいっていうそういう人たちばっかりなんですよね。あの CD 出したけど売れなかったけどやっぱり音楽の仕事がしたいからって言って、それがまあ20年前はみんなそうでしたね、開発の人って。だからすごい同じような感じの人たちがいて、すごい頑張りましたね。みんななんとしてもゲームっていうメディアを高めたいと、今はバカにされてるけどっていうことで、あの時の雰囲気は何とも言えない。村岡プロデューサーは小島監督と同期入社。彼は小島監督が手掛けたポリスノーツに今までにないゲームの可能性を感じたという。話として見ただけですごい面白くって、もうゲームにするまでもなく、面白いもので、あの実際にゲームを今度プレイしてみると、まあ私もその制作に加わってたんですけど、まあ、ストーリーだけではわからない、またドラマみたいなのが絵になって出てきてすごい感動したんですね。それで、あ、こういうことがあのゲームの中でそういうことができる人ってすごいなってその時思いました。ゲームにしかできないことがある、だからこそ少しでもいいゲームを作りたい、その思いに突き動かされるように小島監督は連日修正の指示を出し続ける。もういついつまでって決まってる中で、こんな状態では出したくないと、こうしたいのにできないっていう悩みがずっとあるんですよ。もうこれがこのまま出たらまずいと、もっとクオリティ上げたいとか、あの喜んでくれるのかな、どうやらとい う, もうとにかくもうその作品のことしか考えられない。だが手を動かせばその都度バグは発生する。進行不能、絵が出ない、音が鳴らない、さまざまなバグがスタッフを苦しめる。例えばこのままエクシストなりエグジットで出てタイトルに戻って、うん、あ、全体がなるかどうか、ええ、あ、どうしようかな。いや本当に鳴ってないんですよ。システムも鳴ってないんですよ。常駐も鳴ってないんですよ。バグをなくすのはプログラマーの使命。リードプログラマーのこれかどユージは限界を感じていた。それは2月18日のリーダー会議でのことだった。安定化したものを出します。でそれ出さないと絶対終わりません。いやだからそれは出すって言ってるやんか。いやだから出すから、それ出すために一回手を置きませんか。みんなこれ出した後に、あ、今もずっとやってたら3月末も多分ダメですわ。商品を確実に発売するため、これかどは修正作業の中断を提案した。それとでは出されへんからね。だってそうですね。でも全部今のままやって、今のままやってたら上がらないと思います。だからね、こんだけ上がってきましたっていう、そう、そのやり方がおかしい。やり方おかしいんですよ、うん、そうです。更新の仕方がおかしいから、その直さな進まへんやんか。そうそうそう、そういう議論ないもんだって。最後はできませんって言ったらしまいやんか。だって自分で、そうそうそう、できませんって、できるから自分なんやから。だってうん、だからそこ変えたいんで。いやだからそれは譲歩せなあかんので、なんでバグってんのか知りたい。おかしいね。だってでも手動かしたら絶対バグりますよ。それは人ですもん。そんなこと言ったらモノなんか作られへん。いやだからそれはあの絶対やっちゃいけないことなんですけども、コストとして計算しとかないと商品が危ないんですもん。それはクオリティを上げたい監督とデータを安定させたいプログラマー、それぞれの立場がぶつかり合う。うん、でもそうだと思いますよ、監督的には。でやっぱり監督の方はそこはこうどんどん言っていただいてですね。でもまあ私らプログラマーはそれを止めてでも安定したバージョンを作らなくちゃいけないんで、そこでやり取りしながら一番いい落としどころを見つけていかなくちゃいけないんで、まあ仕方ないですね、これは。